しです。どうもサクサクミルク赤崎です。降りしきる雨の中ですよです。よろしくお願いします。そう変わったんですよね。そうコンビをね、サクサクミルクという、なるほど、はい、というわけでね、ラーメン豚山大塚店11月21日にオープンしたばっかりのお店に、こちらも新しい、こちらも新しい、そうですね、こちらですね、うん、大塚駅北口からすぐのところにございまして、うん、7月1日にね町田に本店がオープンして、はい、続いて平塚がオープンして、うん、もう相次ぐ3店目なんですよここ、はいはいはい、でしかも大船にもこの後できるという、あそうなんだ、次々と次々にできる、そうなんですよね。で大きくて非常に買いやすい券売機でございまして、うん、はい、麺のグラム数ですとか豚の枚数表記なんかも細かくあるよということで、なるほど、でコールの仕方などはちょっとよく読んでください。よく読んでくださいね。温泉の効能ですか。いや違います、ね、リウマチとか書いてない、ラジウムとか書いてないですからこれ、うん、そして豚丼です。こちらだ、小豚ダブル、まあ結構1130円でこれ結構かなりのマシマシです。肉かすも今回頼んでるんですが、豚をこれダブルにしたらもう8枚乗ってくるっていうね、アメリカンな感じですけども、でも肉の主張がね強い、強いですね。さあ早速そのね、やっぱり豚山なんでその豚をほぐすようにまずは豚からいきましょうか、はい、ね、よいしょ、いえすさまじい脂肪分のオイリー豚です、うん、オイリー豚ね、序盤にこの山攻略しないとね、後半にちょっとかなり、あーまあ、ね、絶望級かもしれないこれは、うん、パズドラ的に言うとね、パズドラ的に絶望級のマジでわかんねえ。それ用語あんの、ね、あるっぽい、あるっぽい、あるんです、あるっぽいってことは知らないんですか別に。ああ別に外から見てる感じで、はい、絶望級っていうのがなんかたまにサムネイルで来るっていう、ね、あそう、確かな情報だけど、まあ豚のね油なんかもすごいたくさん入ってるけども、まあ、野菜でね、うん、こう中和していくためのスーパーシャキ野菜なんで、うんうん、お店がもう天地返しをおすすめしてるんです。あなるほどね、後半ちょっとくたるように、そうそう、私はやんないよということで、ね、そのまま意志が強い俺流で食べていきますけども、うん、さあそして先ほど油には触れましたが、ね、さらに油を食べていく、はい、この油がね、スープまで到達してしまうと結構非乳化が乳化になってしまうので、そこの点は気をつけてくださいということでね、まあこれね、油を中和できるぐらいもう野菜の量は増した方がいいんじゃないかなぐらいは、結構オイルオイルした、ね、いっぱいなんで、はい、さあそしてお待ちかねの麺を引き出していくが、ご覧ください、意外とねオーションを使用してるんだけど細麺ということで、確かにね、まあ、やっぱりメインは豚なんでね、麺は細くてもいいのかなみたいなこともあるね、細い場合は大盛りにしても結構スッと食べれきれるかもしれません、うん、まあまあ私の場合ですけど、うん、私の場合ですけどね、そしてこのニンニクをね油に出してね、おっとっとっと油と混ざったニンニク、うん、うまいのか、うん、うまいのか、はあ、どうでしょう強めのニンニクなのでスープの甘さが際立つんですね、うん、ちょっとサーリーまで気になっちゃうけどこのタイミングでね、ということで豚山水飲んできました豚山水ね、え豚山水、豚山水はね荒川の水引いてるんで美味しかったですよ。ねえ、でどんどん行きましょう。豚カス、豚カス、まんま行き、まんま行きましたが、そのまま食べるとなんと全然味しませんこれ。もったいねえ。何してんの？結構あるから、結構ある。一口じゃ終わんないから。そうそうそう。でここにやっぱねスープをこう入れていくんですね。ちょっと苦味のあるやつなんで、本当に何かと入れたらもううまい。何かと組み合わせてほしい。肉かすをおかずにね、うん、白米食うよりもこうやって、そのまま丼入れるよ。ああそっか、俺も入れると思ってたからいやいやいや、これね肉かすの油もやっぱりすごいんで、なるほどね、これすごい、もう油かす油だから、うん、でもちょっとここで、味変をしていきましょう、はい、ではのポンド缶ですねかけていきまして、おっともう一回なのかと思いきや、ギャバンのホワイトペッパー、ホワイトのポンド缶もあるんですね。ジローの新小金以来ですね、新小金以来ですか、2つあるから、覚えてなかった、覚えてないですか、はい、覚えてないです、なんだ印象強かったですけど私は、ね、これ若干投入した肉カツにねダブルコショウのパンチ加わって、あべっということでございます。なるほど、あべ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 ということで、そしてね後半甘めのスープがこれ染み込みまくった麺と野菜、これがうまかった、特に、なるほど、特にうまかったです。
やっぱりスープが甘めというのをちょっと強調していきたい。デザートですね、もう。おっとっとっと、ラーメンデザート。ラーメンデザート。麺デザートが来ました。あーっと、こちら、見てこの油膜。確かに、すごいな。これね、家系とかで油多めにする人はこれ多分好きだよね、絶対ね。確かに、まあ、親友みたいな。90.8。さすが、豚山。小だからね、これ一応ね。あ、そうなんだ。小だから。小でこの大きさは。豚増ししとる。あ、しとるもんね。しとるもんね。しとるよ、しとるよ。今日のラーメン、豚山。なんなんすかね、1年間でこんなにいっぱいオープンラッシュ。聞いたことないっすか。そう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 。あ、まあそうか。大船も多分、今年中にできるから、もう4店舗目だよ。こりゃいけるってことなんですか。マジで。地域も結構ね、いろんなところを。そう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 。で、囲碁みたいな。人事を一気に回り固めたら全部豚山になるんじゃない。中も全部ね、裏返してね。そう、戦術なのかな。戦術なんだろうね、それがね、豚山さんの。まあ大塚駅なんで、山手線ユーザーの方はすごく行きやすいと思いますね。ぜひとも、行ってみてく、豚山ください。え、どこと関係ないとこ関係ないし。口さし、なんで笑えんだよ。